はい、皆さんお疲れ様です。今日はこっちの土曜日なんやけど、もう結構動画多分、リンゴルフでアップされてると思うので、ここでちょっと1から5ぐらいまでで、もらったコメントに返していこうと思います。ってことで始めます。ちょっと 初めてやるんで、ちょっとどうやってやるかあんまりわからんけど、まあ、ちょっと読み上げて、私が返答しますね。って感じで、まずは、エプソンツアー挑戦記録。まあ、いっちゃん最初のやつ。中曹さん、漢字読めないんですけど、ただそう、なんか、漢字読めなくてごめんなさい。誰のサポートもない、すごい挑戦だね。病気とか怪我には気をつけて。はい。ありがとうございます。確かにアメリカはマジで病気とか怪我になったら、保険がちょっと効かないんで、大変なんで、マジで気をつけます。ゼロさん。英会話のハンデも克服しないとですね、将来スピーチの機会もあると思うので、今のうちですね。はい。はい。確かに、英語のハンデは、でかいけど、やっぱ一人でおるんで、でかいけど、まあ気持ちの持ちようです。そんなでかくもない気がするけど、私は英語喋りたいんで、今頑張ってます。多分ね、ゴルフでね、LPGA で、例えばスピーチしてもらえるぐらいの、なんていうの、ゴルフ、うまくなるよりも、英語喋る方が多分簡単だと思う。なんか喋れるレベルって人によって違うじゃないですか。これどれぐらい喋れるのかみたいな、まあ、スピーチとかもなんか聞かれてることが分かって、簡単、まあ、ゴルフの話なんで簡単に答えられたら、もうそれでスピーチができてるってなると思うんですよね。だからなんか 分からんけど頑張ります。 YTYT さん、レポート面白かったです。時差とか食べ物とか大変ですよね。私もオハイオに来て6年なのでよくわかります。応援してます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。確かに時差マジ大変やし、なんか食べ物も今まで結構都会で試合やっとったから困らんかったんですよね。でもこの前カンザスマジタコスとピザしかなくて、もうずっとタコスかピザ食べとって、そういう面では大変やった。田舎やったら食べるもんがないみたいなっていう、はい、日本食とか全くなかったしねって感じです。あ、それで YTYT さん、また英語は YouTube を使ってはどうでしょう。バイリンガルの人がやってる番組とか、ちょっと実力がつけばネイティブをやっている英語学習の番組とかあります。頑張って。はい、ありがとうございます。参考にします。参考にします。参考になります。で、次に行こうかな。これは何やった時やったっけ？あ、初戦の振り返りのやつですね。スーパーブラザー。ビーやブラザーじゃないね。ビスラー。わかる？ごめんなさい。私、全く読めないんで、英語。VISOR。はい。一打カットは、精神的にきついですね。いや、ほんまに、それです。昔坂田プロは7試合連続1打で落ち、その後必戦、もう漢字も読まれへんし、ほんまに申し訳ない。なんか羊の羊、わかります？羊の羊になんか筆筆活動に専念というのを思い出しました。ちょっと坂田さんが誰かわからんねんけど、どういう状況？試合に落ちて、次、筆筆活動、ちょっとよく分からんけど、まあそういうのもあるよってことですね。ありがとうございます。誠司、片山誠司。今が一番ゴルフに集中しなければいけない時なのでしょうね。後悔しないよ。時間を大切に。ありがとうございます。ほんまに若いうちしかできひんから。まあ別に年いってからもできるけど、まあしんどいじゃないですか。ね。シックスさん、なんで韓国料理そんなまずいもの、どういうこと？そんなまずいって思ってるってこと？中国人や韓国人がやってる寿司は偽物だから。外国では日本料理が人気が高いから儲かるのに偽物が横行する。横行？
横に行くみたいな。なんで韓国料理めっちゃ美味しいねんけど、うちいっちゃん好きなんやけど、私ね、日本食ね、あんまり好きじゃないんですよ。そのアメリカに来てまで日本食を食べようみたいな発想になったことがない。てかなんか、まず日本食って何って思いません？寿司とか、焼きそばとかなんか、日本のあの寿司もあんま好きじゃないんですよ。なんかその醤油の味しか知らんから、てか前話したかもしれんけど。だからなんかアメリカの寿司は好きやけど、日本食はほんまに友達が行きたいって言わん限り食べないです私はね。韓国料理一番好きなんやけど、韓国料理かメキシカンかイタリアン。 HTKG 卵かけご飯ってこと？ただただ頑張れという以外ない。頑張れ、ありがとうございます。なんかこういうなんかスパッてした感じのコメントはめっちゃ好きです。ひろき、ひろくさきさん、体調気をつけて頑張ってください。頑張ります。はい、ではちょっと次に行きますね。ナンバー3、パスポートは紛失したやつマジでやばいよな。まああったけど。常三郎さん、慣れない異国の地ですが、異国の地でありますが頑張ってください。マジで頑張ります。はい、慎吾さん、ヒヤヒヤしたね。こうやって一人でやっていく経験はハングリーになって人間を強くするんで頑張れ。いやほんまになんかアメリカ来てその強くなったかどうかは分かんないですけど、視野が広がった。めちゃくちゃやっぱ日本だけやったらこう日本だけのあれに、いやそれが悪いとか思わんけど、なんかもっとなんかいろんな国の人とかとおって、違う国におってなんか自分の視野が広がりました多分ほんまかよあ、なんか YT さんめっちゃ毎回コメントしてくれてんけど、ありがとうございます。パスポートは、はい、よくあることです。入れておく場所、このバッグのこのポケットと決めておく方がいいですね。真っ青になる気持ちよくわかります。応援します、頑張って。いやもう私もう首からかけとけって言われてるんですよ、みんなに。携帯も鍵ももう全部なくすし、気をつけます。上田、何これ、武士の部、これなんて読むんや、分かれへん名前。たけし、たけるかな。本場に一人がゴルフも頑張らなあかんけど、気ぃつけ、応援してます。はい、関西の人ですね、この人は。頑張ります。中層さん、またこの人、この前もコメントしてくれた。パスポートは体に縫い付けておこう。めっちゃ怖くないですかそれ。しかし食事の値段が高いね。自炊する。いや自炊したいけど、ホテルにキッチンがないんですよ。あのエアビーやったらいいんだけど。てか自炊する、でももうなんかアメリカのご飯って何作ったらいいか分からへんのけど、いつもサラダとかね。ひろりさん、さようなら。めっちゃおもろいねんけど、バカにされてるなんか面白いです。はい、卵かけご飯の人、海外に行くと日本の物価が安いのが分かりますよね。昔は日本人がブランドを爆買いしていたもんなんですが、でも海外の日本料理は高いんですよね。だから韓国料理が多いのかな。でも安くて3000円って。 USA、 あ、アメリカね。 USA 恐るべし。しかしガッツあるな。特にとにかく頑張って、ありがとうございます。いや日本食が高いから食べやんのじゃなくて、韓国料理が好きやから食べてるし、韓国料理も高いですよね。そう、ガッツはある方です。分からんけど、とにかく頑張ります。はい、では次に行きます。これは3日間戦いを2試合目ね。ほんまアプローチがちょっと泣きそうでした。センスゴリップ、あ、名前言うの忘れた。塚田さん、センスゴルフグリップ私も使ってます。距離感が良くなりました。もうめっちゃいいらしい、マジでいいらしい。私はもう小学校からずっと一緒のパターやから、変わってるけどそのセッティングちょっと変えれないんですよね。ちょっとなんか不安で。でもほんまね、なんかお客さんとかになんかセンスグリップ試してもらったらもうめっちゃいいみたいな言っとったんで、もしよかったらどうぞ試してください。めっちゃ頑張ってください、応援してますって言われてます。頑張ります。ナンバー5、これはあれやね、試合の動画ですね。はい、YTYT さん、
え、もう毎回コメントしてくれてほんまにありがとうございます。頑張って応援してます。竹内さん、さすが上級者だけあって非常に解説が分かりやすい。え、それめっちゃ言われました。なんかそう、竹内さんの解説めっちゃいいみたいな。なんか私の家族もなんか見とって、この YouTube。 え、なんか解説してる人声いいし、なんかもうめっちゃええわみたいな、喋り方めっちゃええわみたいな言っとって、すげえほんま思いますよね。ありがとうございます竹内さん、3日間続いてくれて。TK さん、え、 TK とかなんとかとはやっと分からんけど、グリーン周りのラフは深くて粘りっこい、難しいな、ちょっと日本語もやばくなってる。粘っこいのですか。え、はい、イエス。あ、なんかあのめっちゃ深いし、こう深くてこれぐらいで、芝が粘りっこいねんけど、粘っこいねんけど、こうボラってこう沈まないんですよ。こう浮くんですよ。で、私のもう最大のミスは、あのクラブ選択ミス。私の60度ってバンス4度しかなくて、で、この状態、浮いてる状態で、ここにこう入れたら、もうバンスもない。抜けるんですよ、下に。それずっと下に抜けてるから、あんだけ飛んでないんですよ。だから、なんか気づいたのは54度とかバンスのあるクラブ、ちょっとライ角も、ん？何？これ、この、こう、ちょっと立ってるクラブで、こうやったら、うまくいったんですよ、2日目と3日目。もっと早く気づくべきやった。まあ、これも経験なんで、頑張ります。って感じで、今回は、ちょっとコメントを読ませてもらいました。頑張ってとか、そういう応援してもらって、コメントとかもほんまにめっちゃ、励みになって、しかも全部読ませてもらってるんで、またみんないっぱいコメントしてください、はい、今回はコメントを読ませてもらいました。来週の月曜日に、ちょっと話したと思うんやけど、全米女子オープンの予選があって、全米女子オープンはもう絶対出たい大会なんで、メジャーやから頑張ります。今日は土曜日やけど、うん、って感じですね。はい、ではこれで終わりにします。ありがとうございました。